こんにちは。囲碁が大好きなカラスインクのクーロンです。囲碁に関わる場所を訪ねる囲碁旅シリーズ、今回は埼玉県熊谷市にある妻沼聖天山貫地院にお参りしてきました。その昔、中国において古都、囲碁、書、絵は貴族が身につけるべき教養とされ、日本でも室町時代以降、襖絵、屏風絵などの題材として近畿書画は盛んに描かれるようになります。また神社仏閣などの建物に施されている彫刻にも近畿書画が題材となっているものがあります。その中でも日本を代表する近畿書画の一つとして平成24年に国宝へ指定された妻沼聖天山本殿の彫刻があります。妻沼聖天山は自伝によると治承3年に長井荘、現在の熊谷市妻沼を本拠地としていた武将斎藤別当実盛が守り本尊の大正貫地殿を祀ったのが始まりとされています。現在の本殿は江戸時代の宝暦10年に再建されたもので、日光東照宮などで見られる権現造り、極彩色の彫刻が特徴であることから埼玉日光とも呼ばれています。しかし時の流れとともに傷みが多く、彩色も剥落してきたことから、平成15年より約7年間かけて平成の大修理が行われ、建立当時の輝きを取り戻します。本殿の彫刻の中には近畿書画も見受けられ、特に西の面に施された布袋、恵比寿、大黒天の副神3人による囲碁遊びの彫刻は見事と言えます。平成の大修理の際、建築当時に描かれていた置石は塗装の剥落が激しく確認できなかったため、新たに描かれたのが第4世本因坊道作と、道作の御弟子の一人で熊谷出身の熊谷本石の対局した菊だそうです。またこの彫刻が縁で、平成24年には第67期本因坊戦第2局が貫地院本坊で開催。当時挑戦者であった井山裕太九段はこの年初めて本因坊戦のタイトルを獲得し、現在9連覇中、26世本因坊門遊の永世称号を手に入れています。